新年の挨拶、山川雅夫作。夫が受話器を置いたとき、彼女は腕時計を見た。ちょうど30分間ね、今年も。元旦の昼近い光がガラス戸越しに部屋に流れている。夫はしばらくは口をきかなかった。恒例の新年のご挨拶ね。あいつさ。今年はどんな話だったの？子供が学校に上がるってさ。だけどそれが一体俺とどんな関係があるって言うんだ。毎年ハンデをしたように元旦の朝、この電話だ。勝手に自分のことばかりペラペラ喋りまくりやがる。迷惑だよ。あら、結構楽しそうな顔してたわ。冗談じゃない。こうしつこいと。うんざりしてだんだん怖くなってきちゃう。多分相手はまともな精神の持ち主じゃないよ。たった一回一緒に映画を見てお茶を飲んだ。それだけのことでこんなに。夫と話しながら彼女はふと去年の元日の朝も全くこれと同じ会話を交わしたのを思い出した。いや、去年だけではない。確か一昨年も、その前の年も、年に一度、決まって、元日のお昼近く、夫に電話をかけてくる、その女が誰かは、もうとうに彼女は知ってしまっていた。それは夫がまだ大学を出たての頃、ただ一回だけ、お見合いをさせられたという、その相手の女性だった。その女がまるで、習慣のように、毎年の元旦、声だけで夫を訪ねてくるのだ。彼女はその女の顔を覚えている。まだ婚約したての頃、夫と二人で銀座を歩いていた時、すれ違いざま、大仰な声を上げて夫に挨拶をしたのが彼女だった。色の白い、痩せてはいるが猫のように身のしなやかな感じの、頬に大きなほくろがある女だった。しばらくの間ポカンとして、ああ、と夫が間の抜けた声を出したときは、女はすでに雑踏の中に隠れていた。夫はそして彼女にその女のことを説明した。別に嫉妬はなかった。美しくないとは言えない女だったが、彼女にはでもその女は決して夫の好きなタイプの女ではないという確信があった。翌年夫と結婚して、今年でもう4年になる。夫の話だと、その3年前、つまり2人が見合いをした翌々年の正月から、こうした電話がかかり始めたのだという。だとしたら、欠かさずにもう7年。それは一つの執念じみたものと思えないでもない。だって、あなたとは話す用事も、話すべき理由もないって電話を切っちゃっても、必ずお正月のうちにまたかかってくる。仕方ないから、この頃じゃ諦めて、30分だけは相槌を打ってやることにしているんだ。それでその1年間の役落としのつもりでね。夫はそう説明する。でも、初めの頃、彼女はその電話に、夫が渋い顔のまま30分間も受話器を握っているのを見て怒ったり泣いたりした。どうしてそんなに親切にしてやる必要があるの？あなた何とかかんとか言って年に一度のあの電話を楽しんでいるのと違うの？本当にあの人が好きなんだわ。弱虫。そんなに誰からも彼からも好かれたいの？私、信じないわ。そんなの、常識じゃ考えられない。あの人とあなたとの間にはきっと何かあったんだわ。夫は顔を真っ赤にして怒った。翌年、彼女は待ち構えていて、元旦のその電話の受話器を取り、叫んだ。やめてください。お願いです。うちじゃ迷惑してるんです。だが、受話器を置くとすぐにまたベルが鳴った。夫が受話器を取り、もしもしと言ってそれを彼女に渡した。電話線の彼方で女は笑っていた。ごめんなさい。
奥様を怒らしちゃって。でもそういえばまるであなたと私と何かがあったみたいですものね。誤解なさるの無理はないわ。たった一回お茶を飲んだだけだなんて信用してくださんないの当たり前ね。女はまた笑った。彼女は呆然として受話器を夫の手に戻した。その電話もきっかり30分間続いた。まったく変な女さ、と夫は言った。あれから誓って一度も会っていない。それなのに自分はこの一年、こんな気持ちで送った。こんなことがあった。春には犬のペスが死んだのよ。だなんて。俺とはまるで無関係のことばかりを一人で喋り散らしているんだ。もちろんそんな名の犬がいたことも知らない。この俺にだよ。そして最後に、じゃあ今年もしっかりね、なんていう。ただそれだけなんだから、わけがわからないよ。もともと夫は、律儀すぎるほど正直な男で、そういう自分に対するプライドがひどく強い性質だった。彼女は信じた。夫は悪い夫ではなく、家庭は平凡だったが、まずまず幸福で、その頃はもう最初の子も生まれていた。俺、本当は彼女まだ独身じゃないかって思うな。いや、きっとそうだ。どうして？夫は年始回りのための服を着、玄関に降り立ちながら言った。だって、つまり彼女は孤独なんだ。相手が欲しいんだよ。そういう欲求不満の現れが、あの電話なんだ。結婚さえすりゃきっと俺もお役御免になる。俺は一刻も早く彼女が結婚してくれることを望むよ。何かを言おうとして思い返したように彼女は口をつぐんだ。行ってらっしゃい。とだけ言った。夫が出かけた後、彼女はしばらくはぼんやりと玄関に座っていた。やはり、言わないでよかった。言う必要はないのだと思った。前の年のクラス会の帰りに、彼女はあの女を見ていた。女は夫らしい男と一緒で、両親にそっくりの女の子の手を引いて、街を歩いていた。ママ、ママと呼んで、飾り窓の中のものをねだっている女の子は、そろそろ小学校に上がるくらいの、年頃に思えた。彼女はびっくりして無意識のうちに後をつけて、そして、来週はお祝いをしなくちゃいかんね。そうね、もう私たちの結婚生活も7年目ね。という夫婦の声を聞いた。頬に大きなほくろが目立つその女は、一回り豊かに肉がついて、にこやかな母と、妻の貫禄を備えていた。あなたのパパってバカね。彼女は三つになる子供の相手をしてやりながら、そっと口の中で言った。誰だって愛人や夫や子供がいたところで孤独は孤独なのよ。それ以外の人を相手に何かを夢中で話しかけたいような心がちゃんとあるの。パパったらそれを知らないのね。そして彼女は腕時計を眺め、ある仕事を始めるべき時刻なのを知った。このことを知ったら夫は多分、私の夫への復讐、対抗心、嫉妬、つまり彼への私の愛がさせたことだと考えるだろう。とんでもない。でもそれがあの人の人の良さなのかもしれない。元旦の昼の光が今は透明に部屋を満たしている。彼女は受話器を取り、高校の頃、映画館の中で初めて彼女の手を握った、同級の男の家のダイヤルを回し始めた。無難な、いわば現在の自分には無関係な、心の中に住む遠い相手への年に一度だけの勝手な年賀状のようなおしゃべり。それは3年ほど前の元日に試み、
今はやみつきになってしまった毎年の習慣。やはり30分間のもはや書くことのできぬ彼女の新年の行事だった。